との戦いの準備はできましたか？わかりました。頑張ってください。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでケル。おう、分かってさ。ごはんちゃんは戦わねえんだろ。そう。約束してケル、ごはんちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あっ、戦うかもしれねえんだ、ごはんちゃんも。おっす。来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。やつなら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ、そうだな。なんだよ、みんな何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。すみません、最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよ。デンデ、俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ、12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に行きますか。ああ。地球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身代金もせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、格闘技世界チャンピオン、ミスターサタンは。おお、ミスターサタンがやってきました。危険にセルとやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだ、あのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あ、あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。なあごはん、悟空は何か作戦でもあるのか。うん、やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。
流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとうクリリン、そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。くれえやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はあ、ズリャーッ、ウリャッ、ドーハッ。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつ、まだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあ、俺からやらしてもらおうかな。ほう。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。準備運動はこれぐらいでいいだろう。そうだな。さすがに戦い慣れてる。おめえもな。どうせそんなものではないだろう、孫悟空。おめえがなかなか手の内を見せねえからな。戦いはこうやってある程度実力が近くなっては面白くない。やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。
先祖とやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先祖をあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。めった、降参だ。おめえの強さよくわかった。ほら、もうやめとく。何？降参？何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろう。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ全てを任せて降参した。いいだろう。では聞こうか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつは